はい、どうも、マジョジョンです。本日は、久々にやってきました、休日先生ということで、ついに、あの動画の続きです。入間市のトレーハックスポーツで買いました。こちらのですね、公式用の SSK プロ H ですね。菊池選手モデルということで、こちらを自分が購入したのが、12,500円で購入しました。でですね、定価が、新品の時の定価が、49,000円プラス税ということで、状態はまあ、個人的には文句なし。ちょっとまあ日焼けがあるかな、この辺に、背面に。あとちょっとここにまあシミがあるかなぐらいですね。それ以外は問題なしと。で、今日はこれですね、菊池先生に来てますので、山田店長に査定してもらって買い取りしていこうと思います。撮影の前にですね、予想してですね、金額予想してどのくらい差が出るかっていうのをやりたいんですけど、この前を振り返って言いますと、ザナックスの投資をですね、中古のやつが予想を上回ったんですよ。なので、今回、公式の新品、ほぼ新品ってことを考えたら、まず、自分の予想はですね、結構モデル古い、プラス、色落ちっていうのを考えて、7000円は超えてほしいなと。7000円、8000円ぐらい。で、1万円超えたらもう、超素晴らしい。で、5000円切ったらちょっとそれはショックだなっていう感じですね。あれから何もしてません。ずっと、保管してあったんで、新品片付けなし。というわけで、自分の予想は7000円から8000円なんですけど、ゆうこくんの予想はどうしますか？自分まあこういう時は普通大井さんとは違う意見の方がいいと思うんですけど、直感的にそのグラブを見て直感的に感じたのが7500ぐらいかな。7500、はい。あ、じゃあ結構金さんの勝負かもしれない。俺とそうですね。じゃあ俺も絞った方がいいな。じゃあ俺絞るんで、俺8000円で。おお。で、ちなみに購入額は12,500円なんで、もし12,500円を超えたら移動費はあるけどプラスということで。確かに。早速店長に査定してもらおうと思います。まだこれ店長に見せてません。やってみます。はい、というわけで中行きました。お久しぶりです。お久しぶりです、はい。この前、はい、ザナックスのグローブやってもらったじゃないですか、査定を、はいはい。今回ですね、また関東から今日ちょっと朝来たんですけど、はい、一つまた持ってきました、査定を。でですね、ちょっとまた今日も金額を予想して、もうすでに、はい、いくら買って出してるんですけど、はい、店長が言ってたように、はい、時期によって結構前後すると。今11月もオフシーズン。そうですね。オフシーズンちょっと下がるんですよね。そうですね、今ね、やっぱりシーズンが終わって皆さんこう売りに来られるので、はいはいはい、同じものがダブってくるとか。あ、そうですね、はい、そういったこともありますので。なるほど。ちょっとはちょっとまあその時によって、はい、じゃあそのグローブ、はい、よろしくね。はい、も見てもらいます。はい、まだ見てないですね。全くのあれですもんね。初めてですよね。わかんないです。わかんないですよね。はい、行きます。こちらです。タグついてるじゃないですか。あ、そうです、そうです、そうです。この前は中古でしたね。そう、今回はえ、ほぼ新品。いわゆる、うちとこで言うと、新古品ですね。あ、そうですね、新古品。これは、品番も書いてますね。そうそうそう。PK の84516。これが、はい、中古ショップでまた、そうですね、買ってきました。SSK さんって比較的大手通販さんで、4割引きとか、5割引きで、たまに出るんですけれども、はい。それはこのウェブでちょっと判断したりするんですけど、ちょっとこれは、調べさせて。あ、わかりました、わかりました。ネットで、というか、その情報ですね。はい、情報で、はい。はい。ちょっとお時間ください。あ、わかりました。何分ぐらいですか？3分。あ、わかりました。ちょっとじゃあ、待ってます。はい、ちょっと今、査定してもらってる途中なんですけど、なんとですね、1月2日、3日、休日先生でイベントやります。告知です。自分とゴリスポが共に来るんですけど、2日が1軍艦。ここですね。で、3日が2軍艦。時間は一緒です。13時から20時。2日間連続で自分とゴリスポ、休日先生、1軍艦と2軍艦にいますので、ぜひそちらはまたインスタとかで更新したいと思います。というわけでちょっと査定を待ちながら、1個だけ気になったやつだったんで、サクッと紹介しちゃいます。はい、というわけで、バッテコーナーですね。バッテコーナーになんとですね、大量の水プロが入ってました。しかも、別注グローブです。22センチ、23センチなんですけど、サイズはちっちゃめですけど、未使用。なんか同じ人が売ったらしいんですけど、30個ぐらい入ってますね。ちょっと自分のサイズはないんですけど、かなりお得じゃないかなと思います。これだけちょっとまあ気になったんで紹介しておきます。はい、というわけで、ちょうど3分ぐらい。はい、経ちまして。すいません。ありがとうございます。ま、新品のタグが付いてる商品で、定価で言うとこれが49,000円の消費税になるんで、いい値段しますよね。そうですね。で、革もまあいいし、はい、比較的ね、これ2016年の菊池モデルになると思うんですけれども、はい、ちょっと市場価格を調べさせていただいたんですけど、ね。ああ、はい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 。まあ残念ながらちょっとやっぱり値段が。なるほどなるほど。売価、売る値段を考えて、それの仕入れになります、ね。ああ、なるほど。そうっすね。はい、そうっすね。そういう形になります。はいはい、はい。売価を設定して、それに対してのどれぐらいかっていうのが買い取り価格になります。うん、はい。またちょっと電卓で。電卓で。パッと出してくださいね。あんまりいい価格ではないです、ね。ああ、そうなんですか。怒られるかわかんないですけど。お、お願いします。じゃん。はい。
8500円、はい、買い取りということらしいですね。どうでしょうか。いや、自分の予想よりは上でした。あ、そうですか。はい、今回はですね8000円と予想しましたね。はいはいはい。じゃあ近いじゃないですか。近いですね、めちゃくちゃ。うん、そうですね。まあタグもついてるんで、一応僕も8000円ぐらいかなっていうのがあったんですけど、はい、状態が全くの本当の新品なんです、ね。ああ、そうですね。はい、あの手のはめた感じもないし、あ、ちょっとまあちょっとした、あ、なんていうかな、いわゆる新古っていうような状態でもない本当のサラッピンの、はい、タグ付きの、グラブなんで、そこはプラス500円なんで。なるほど、8500円。8500円ぐらいで。わかりました。どうかなと思いました。いやもう最高です。ちなみにこちらですね、関東のトレファクスポーツ。トレファクスポーツ。トレジャーファクトリースポーツ。はいはい、はい。ってとこで買ってきたんですよ。はははは。いくらだと思いますか？逆に。逆に。いくらで買ってきたと思いますか、これ。まあね、あの、最安値で比較的1万円台後半で売ってるんですよね、これね。うん。だからそれから考えると、5000円。5000円で買ったと。はい。購入価格は12500円でした。まあ、はい、まともに。まともですね。はい。あ、そうです。今回、その前のが1000円だったんですよね、ちょうど。はい、はい、はい。で、今回は、まあ12500円という感じで。そうですね、現金での私がこの価格になりますけれども、はい、うちとこでその当日中に新しく買い替えたいと。はい、こっちですね。はい、これですね、はい、あのいわゆる下取りっていうやつですね。まあ昔からもうあのおなじみなんですけど、うちとこではその場合はもう 120% のお値引きになります、はい、ということは今回8500円だったということで、はい、かける1.2 倍ですね、この価格10,200円、これが買い替え時の割引、例えば15,000円のものを買うとなると12,000円のお値引きが可能だということですね。差額で15,000円だとしたら4,800円を手出しするだけで買えるという形。なるほど。まあ交換という形ですね。はい、 はい、はいはい。ただしあの注意していただきたいのはお釣りが出ない、はいはい、ということになりますので、はい、それ以上のものを買っていただくということが一応基本になります。わ、うん、かりました。はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、はい、8,500円での買い取りということで。はい、今回は予想当たりましたね、めちゃくちゃ。そうですね。500円の差なんで、っていうことだったんですけど、はい、次はですね、1月2日と3日に、はい、自分とゴリスポが、木地先生、13時、21時で、いますので、はいはい、詳細はまだ決まったら、そうですね。はい、発表します、はいはい。はい。ありがとうございます。ちょっとこの後も、明日、はい、動画撮らせてもらうんで、はい、また前後すると思うんですけど、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで以上です。ありがとうございました。したって靴変えらない振り返らず走り続けろ、確かに聞こえるサイレンがボテボテでも走った、分からなくてもゲットフライキングだ、切れたって転がり続ける玉のように。そして今月のプレゼントはこちら、GS 公式木製バット GS3 番を1名様にプレゼントします。軽量の木製バットとなっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。